低すぎる。アイズ、これは誰しもが通る道だ。深刻に受け止めるな。アビリティは極めるにつれ成長速度も落ちていく。決して君の伸びしろがなくなったわけじゃない。せやな、ステイタスっちゅうもんはそういうもんや。ランクアップ。ランクアップ、どうすればレベルを上げることができるの？ランクアップはたやすく成し遂げられるものではない。段階を踏む必要がある。お主はいつも通り迷宮を探索していけばいい。ジレッタイじゃろうが、それが近道じゃ。今のお前のように流行る心を抑えきれず自滅する冒険者を私たちは何度も見てきた。だから落ち着け、アイズ。何を言っているの？そんなの嫌！私は強くならなきゃいけない！足踏みをしている時間なんかない！ああ、リベリアン、アイズタンにランクアップの方法は？知らせていない。知らせるわけないだろ。そりゃそうか。ランクアップには上位のエクセリアが不可欠。ああ、それは偉業の達成、冒険を成し得なければならないということだ。格上の敵を打倒する、より深い階層へ潜って死地を何度も乗り越える。今の合図にはとてもさせられん。ちゅうてもこのままでおんのも無理やろ。アイズタンストレス溜まりまくって壊れるかもしれん。どうするつもりや？やることは他のものと変わらない。パーティーで同列か格上のモンスターに当たらせる。たとえ手間と時間がかかろうとも。異業という条件の都合上、こればかりはわしらも手出しできん。言葉はおかしいが、安全に冒険させるしかないじゃろうな。フィン、遠征のミッション期限いつまでやったっけ？伸ばせて1ヶ月かな。昨日もロイマンにせっつかれたばかりだよ。ギルドも無茶を言ってくれる。イビルスどもを抑えて治安維持をこなしつつ、遠征で未到達領域を開拓しろなどと。ゼウス・ヘラの後釜が可及的速やかに欲しいんだろう。この混乱期を抑制するほどの都市内外を安心させる権威の象徴を。アイズはどうするつもりだ？連れて行く気か、フィン？様子を見る。単純に戦力としての問題もあるけど、今の状態が続くようなら地上に置いていく。ダンジョンの奥へ連れて行ってしまえば僕たちが彼女に引導を渡しかねない。